僕映画この、この今作で2作目なんですけど1作目の舞台挨拶の時がここと同じ場所なんですねだから、今回こうやって舞台,舞台挨拶をさせてもらって1回目の舞台挨拶をすごい思い出しちゃってでな、なんでかわかんないんですけど1回目より2回目の今の方がちょっと緊張してるっていう、なんか普通はね、1回目の方が絶対緊張するはずなのに2回目の方がちょっとなんか緊張しちゃってて。 なんか、まあ、何でか分からないんですけどでも1回目の舞台あいすごいここに来て思い出しては懐かしいなもう2年前なんですけどすごい懐かしいなっていうふうに,ちょっと今余裕に浸ってますねたくさんのドラマ出演を経て映画作品としてはマザー以来生ざぶりということになりますけれども、はい、撮影映画の撮影現場というのはいかがでしたかそうですね僕にとって で一番最初のデビュー作の「マザー」を撮影したのが、えーまあ、今でいう3年前で,でこの映画の撮影の時が2年前になっていてで、まあ、気持ちとしてやっぱ自分は映画で始まった身っていうのがすごい自分の中で意識があったので2年ぶりに映画に戻ってきたなっていうのはすごい感じていてだからこそすごい。 意気込んじゃったりとかそういう、まあ、とこもあったんですけどでもやっぱクランクイーンの前はすごい楽しみでしたね、本当にオーディションもすごいオーディションでさえすごい楽しくてで、まあ、合格って言ってくださってすすごい嬉しかったですねあのオーディション来てくれた時にまだ今結構大人になったなと思うんですけど結構もうちょっと幼かったというか <laughs> 本当ですか なんかまだなんかすごい長い袖の服をなんかあのなんんかかかちょっと恥ずかしい <laughs> なんか袖引っ張ってる感じのなんかなんでしょうねまだ結構幼いさが残っていてそれでまあお話ししててもなんていうかまだ青年になりきらない青年というかなんかそこがいいなと思ってでお芝居見せてもらって小平君にもすごく驚かされたんですけどでもそのオーディションでやったシーンが。 あのサーリアと河川敷で話しているシーンで、まあ、そこで本当にこうある初う々いういしさというか本当にこう話を聞きながらその本当の受けのリアクションのお芝居というのを見せてくれて私はあのこのサーリアの複雑さを受け入れてくれる受け入れるというかあの受け止めてるというかまあ 聴いていく役割としてあのそあの奥平君の持ってる素朴さだったりフラットさがあのすごく大事になるなと感じましたいやそうですねなんかなかなか監督さんが直々に褒めてくれるってこと経験があんまないのですごい,、まあ、すごい嬉しいですけど、まあ、確かに僕の1年前は。 そうやって長袖を着て、なんかそういう感じだったのかな？って思い出すとなんかちょっと恥ずかしいですよね。やっぱりそうですね。やっぱり本当に心強くて、こうまあ、こう業界用語とかなんかこう。全然わからないことが多かったんですけど、気軽に聞ける存在だったので、なんか本当にこう。演技がここまでこう。最後まで撮影できたのも、多分奥平さんのおかげでもあったので、本当にあのありがたい存在でした。すごい。もうずっと。<laughs> ちょっっっとと思ててることがあ,ってあの僕、映画この,この今作で2作目なんですけど1作目の舞台挨拶の時がここと同じ場所なんですねだから今回、こうやって舞台,舞台挨拶をさせてもらって1回目の舞台挨拶をすごい思い出しちゃってで何でかわかんないんですけど1回目より2回目の今の方がちょっと緊張してるっていう。 なんか普通はね。1回目の方が絶対緊張するはずなのに、2回目の方がちょっとなんか緊張しちゃってて、なんかまあなんでかわかんないんですけど。でも1回目の舞台挨拶をすごい。ここに来て思い出しては懐かしいな。もう2年前なんですけど、すごい懐かしいなっていう風にちょっと今余韻に浸ってますね。あの、そのスイッチ袖でも入ってましたよね。懐かしいなっておっしゃいながら、ちょっと緊張感が漂ってましたね。<laughs> ずっと懐かしいなって、楽屋でもあ懐かしいなって。ここで写真撮ったなみたいなのずっと話してましたね。 そうですねすごい僕の,まあその趣味だったりとか僕の考え方、まあ、僕に限らず嵐さんのこ,とだあのことだったりとかっていうのをすごい台本に反映してくれたおかげであんまりこういう表現が好きじゃないんですけどお芝居はまあ言ってしまえば嘘なことになってしまうんですけどでも嘘じゃなくなるというか本当の自分として。 本当に僕の趣味として演じることができたのでなんかそういうところはちゃんとできたかなと思いますしそれをしてさせてくれたのは監督だと思うのですごいありがたかったですねこの映画を通して僕が知ったことだったりとか勉強になったことっていうのがこういう映画とかで社会問題などがテーマになっているものとかは 僕は今回の「マイス・モン・ランド」に関しては初めて触れた内容だったので、うん、まずは知ることがすごい大事だなっていうふうに思いましてそこから行動になった時にどうするかっていうのはまたちょっと難しいお話にはなってしまうんですけどまず知ることがすごい大事だなっていうふうに思うのでだからこそこの映画はすごい本当にたくさんの人に見ていただきたい作品になりますし僕も。 この映画に携われてすごい良かったなって思うのでまあ、でも映画としても恋愛要素もあったりするのでそういうところも楽しんでいただけたらなと思います